今回ご紹介するのは JR 九州鹿児島本線の筑後船小屋駅です。筑後船小屋駅は筑後広域公園の中にあり、九州新幹線鹿児島ルートと鹿児島本線の2路線が乗り入れています。当駅は1928年、昭和3年に鉄道省により鹿児島本線の船小屋駅として開業しました。在来線改札口と新幹線改札口は50メートルほど離れており、連絡改札は設けられず、改札外に設けられる広場を通っての乗り換えとなります。また在来線駅舎には緑の窓口が設けられていません。在来線駅は地上駅の構造を取り、 JR 九州サービスサポートへの業務委託駅です。スゴカの利用が可能で、スゴカ利用者向けの簡易読み取り機が改札口に設置されており、改札内にはチャージ機が設置されています。駅名の由来は、江戸時代頃より矢部川の一帯に土木用の船を格納する小屋がたくさん堤防に設けられたことが船小屋の由来です。旧藩時代の1689年、元禄2年に矢部川の河川工事用の平田船を格納する小屋が設置され、小屋番の役職の監督下に置かれていたことから、土地の住民はお船小屋と呼んでいたのが船小屋の通称になり、地名に転じたと言われています。開業時の地名は八女郡水田村でしたが、温泉の採掘などにより船小屋の知名度が高かったため、そのまま駅名に採用されました。2011年、平成23年3月12日の鹿児島ルート全線開業に合わせて、従来の場所から約500メートルほど南に移設された上で新幹線併設駅となり、同時に現在の筑後船小屋駅に改称されました。ホームは相対式ホーム2面2線を有し、互いのホームは跨線橋で連絡しています。
注意ください。ご視聴ありがとうございました。